海軍陸戦隊。海軍陸戦隊は日本海軍が編成した陸上戦闘部隊である。単に陸戦隊と呼ぶこともある。もともとは常設の部隊ではなく、艦船の乗員などの海軍将兵を臨時に武装させて編成ることを原則としたが、1930年代には常設的な部隊も誕生した。西洋諸国の海軍では、 軍艦の操作を担当する水兵とは別に、戦闘を担当する海兵隊という制度を有していた。これは、現在のアメリカ海兵隊のような水陸、両用戦部隊ではなく、海上戦闘で敵艦船への強行節原後に強行以上、制圧を行う部隊で、陸軍よりも即応性の高い陸上、戦闘部隊としても使用された。西洋式海軍の建設を始めた日本でも、 当初はイギリス海軍に倣い、海軍の兵下として海兵隊が置かれた。しかし、強行以上による制圧は時代遅れであるとの声で1876年、明治9年に廃止され、海兵軍学隊のみが軍学家として存続した。他方、日本海軍では海兵隊の他に必要に応じて一般の水兵を武装させて陸上戦闘に当てることがあり。 これを海軍陸戦隊と呼んでいた。海兵隊の廃止後は海軍陸戦隊のみが陸上戦闘を受け持つことになり、その一般規定として1886年、明治19年11月5日に海軍陸戦隊外則が定められた。海軍陸戦隊は常設でなく、官邸の乗組員から必要に応じ陸戦隊を臨時に編成するものとされた。これに対して、 人獣府などの陸上部隊の人員で地上戦闘部隊を作ることもあり、特に特別陸戦隊と呼んだ。海軍陸戦隊は1877年、明治10年の西南戦争などで機動力を活かし鎮圧に功績を上げた。日露戦争では、新川上陸作戦などの上陸作戦で陸軍を支援したほか、陸上げした関西砲と乗組員で臨時に編成された。 海軍陸戦重砲隊が旅順後為戦に参加した。第一次世界大戦時にも陳太を攻略戦に重砲隊を参加させたほか、艦船陸戦隊と6個特別陸戦隊によるドイツ領南洋諸島の占領やシンガポールで発生したイギリス軍インド人兵士の反乱鎮圧などに従事した。2.26事件の際は横須賀鎮守府及び艦艇の上院で編成された。 陸戦隊を動員し、反乱軍に対抗することが、横須賀鎮守府参謀長の井上成美により、計画され、横須賀鎮守府長官の与内光正の決裁により、臨時に、官邸の陸民を中心とする海軍陸戦隊が組織され、横須賀鎮守府を中心とする地域の警備を担当するため、武装して上陸した。また、国際的には、在外交換の警備や、 自国民保護には陸軍部隊ではなく海兵隊を使用することが常であり、日本も特に新国、中華民国における在外交換や居留民の保護に海軍陸戦隊が活躍した。義和団の乱では戦闘激化直前に砲艦アタゴから派遣された25名の陸戦隊が牢場戦での貴重な兵力となった。1920年の二港事件では全滅するまで、 戦い在留邦人と運命を共にした。第1次上海事変では、上海陸戦隊が編成され、大規模な戦闘に投入された。上海事変を受けて1932年には、海軍特別陸戦隊令が制定され、上海海軍特別陸戦隊は正式な常設部隊となった。5年後の第二次上海事変でも、上海海軍特別陸戦隊を中心に、 多数の陸戦隊が戦った。上海での一連の戦闘は陸戦隊にとって重要な戦訓とされ、走行車両や短期間銃の導入、市街地の警備戦闘能力の重視といった影響が生じた。太平洋戦争、大東亜戦争では戦域が拡大するにつれ、当初や局地防衛の必要から特別陸戦隊のほか警備隊や防衛隊などの名称で、 陸戦隊が次々と編成された。また、海軍独自の空挺部隊、パラシュート部隊、陸軍の空挺部隊と共に、空の新兵の愛称や、戦車部隊も保有した。空挺部隊は1942年1月に、セレベストーメなどで、日本最初の落下山降下作戦を見し、指揮官の堀内豊明中座はその功を称えられ、特別に昭和天皇に拝越した。 終戦前には、本土決戦に向けて、艦艇部隊などの多くが陸戦隊に改編され、総兵力は10万人に達していた。このように、日本海軍の陸戦隊は、拡充を続けたものの、アメリカ海兵隊のように、陸、海軍から独立した軍種となることはなかった。太平洋戦争、大東亜戦争前に、常設の地上戦部隊として、海兵隊を復活させることなどが、 陸戦隊関係者から提案されていたが、採用されなかった。海軍内で陸戦隊はあくまで二次的な任務として捉えられ、一般的な海軍士官にとって、根拠地帯などの常設的性格の陸戦隊への配置は左線に近い扱いであった。海兵隊廃止後はもっぱら陸戦隊が海軍の陸上戦闘機能を担うこととなった。そのため、 艦艇の陸民員のうち必要数をあらかじめ陸戦隊要員として指定しておき、有事の際に陸戦要員の命令のもと武装し臨時の陸戦隊を編成した。これを陸戦隊部署と呼んだ。艦、戦隊、艦隊ごとに編成計画を定めてあり、1935年、昭和10年頃の連合艦隊所属艦の例で、駆逐艦なら各艦1個、分隊、10人弱。 巡洋艦で1から2個、小隊4から8個分隊イコール40から80人、戦艦で1個、中隊4個小隊イコール約160人が標準的な編成であった。これらを束ねて、戦隊で1個大隊、艦隊で数個大隊からなる連隊級の連合陸戦隊を編成した。編成する陸戦隊の規模は状況によって変更され、1943年、 昭和18年頃の第二艦隊令下の水雷戦隊で、第一編成528人から第三編成1268人まで三パターンの連合陸戦隊が規定されていた。単艦ごとの部隊は艦名を付して、軍艦長戸陸戦隊、連合陸戦隊ならば、第一艦隊連合陸戦隊というような呼び方をするのが通常である。 当初の海軍陸戦隊外側では、渋滞と包帯からなるものと規定された。不評に相当する渋滞が機関で、重機関銃装備の機重隊が状況によって編成されるほか、付属体と総称される、工作隊、通信隊、義務隊、主形隊などの支援組織が随伴した。渋滞、機渋隊は、専門的な陸戦訓練を受けている。 宝術家の人員を中核として編成され、付属隊は工作兵、通信兵などの各専門兵科の人員で構成された。艦隊と共に速やかに派遣して、警備任務を行うのに適していた。もっとも本格的に地上戦闘訓練を受けているわけではないため、戦力として協力とは言い難かった。また、陸戦隊上陸中は艦内の配置人員が不足して、 艦の作戦行動に支障が生じる恐れがあり、例えば前日の第二艦隊水雷戦隊の第三編成の場合、全乗員の約25%が陸戦隊として上陸してしまった状になる。さらには、艦船乗員として高度な技術を身につけた水兵を消耗する恐れもあった。なお、太平洋戦争、大東亜戦争中には沈没艦の乗員が再編成されて、 陸戦隊として地上戦に投入された場合がある。その場合も、球場艦ごとに、小隊、中隊を組織することが多かった。特別陸戦隊とは、艦船上院ではなく、真珠府の海兵団など陸上部門の人員をもとに編成する陸戦隊のことである。艦船陸戦隊を長期行動させることには前述のように支障がある。ことから、 より長期間の陸上戦闘に対処するため、編成される。日中戦争から太平洋戦争、大東亜戦争にかけてのものは、後日の上海海軍特別陸戦隊を除くと、特設艦船部隊令、1936年改正に基づいてなされ、正式には特設陳述府特別陸戦隊と呼ぶ。臨時に編成される特設部隊の建前ではあったが、 中国情勢の緊迫化で陸戦隊の需要が増えたために事実上の常設部隊としての性格を持つようになった。第二次世界大戦期には上陸作戦や占領地の守備に任ずる専門の陸戦隊として運用された。太平洋戦争、大東亜戦争中には目標地点占領後に固定的な警備隊や根拠地帯へ改変されたものもい。 特設鎮守府特別陸戦隊は、太平洋戦争、大東亜戦争開戦時には、特別陸戦隊11個、終結時には、連合特別陸戦隊11個と特別陸戦隊54個が存在した。特設鎮守府特別陸戦隊は、所属する鎮守府等の名称と番号を組み合わせて、横須賀鎮守府第三特別陸戦隊、横三局などの部隊名で呼ばれる。 指令は、中佐が多い。特設艦船部大艇委員令による、模式的な編成は、本部中隊と、重隊2個中隊、各小銃四4個小隊と、基銃小隊及び特化隊からなる、不評大隊相当の編成であるが、実際の編成は、かなり多様である。太平洋戦争、大東亜戦争初期には、2から3個小銃中隊と1から2個基重中隊。 砲体を持つ1000から1500人規模の例が多かった。中には、砲兵隊や戦車隊、海軍空挺部隊としての編成を取るものもあった。クレチンジュフ第101特別陸戦隊に代表される S 特別陸戦隊の一組名を与えられた特殊部隊も作られた。特別陸戦隊の場合も、複数が集まり、または防空隊などと組み合わされて、 連合特別陸戦隊となるる。場合がある特別陸戦隊は、専門の地上戦闘部隊として、戦車や機関単獣などの充実した装備を保有し、陸戦隊の中では、高い連動を誇る精鋭とされた。ただし、若くて健康な現役兵や、志願兵は、幹線や航空隊に優先配分されたため、特別陸戦隊配属は、予備役など高齢者や身体能力に劣る者が、 中心で人員の素質の面では優れているとは言えない。例えば日中戦争中に編成されて太平洋戦争、大東亜戦争でも安本の戦いなどに参加したクレ第一特別陸戦隊の場合年齢37歳の大正12年長兵者まで混じっていた。ラビの戦いに参加した特別陸戦隊も30歳以上の老兵が多かった。 上海海軍特別陸戦隊は、陳寿府所属ではなく、上海に駐留するために編成された艦がたる常設部隊である。1927年より上海に駐留していた陸戦隊、陳寿府から派遣されていた特別陸戦隊2個大隊及び戦車隊等を、第一次上海事変の起きた1932年に、独立の特別陸戦隊として整理した。 司令官は少々か大佐、複数大隊編成で特別陸戦隊と比べ大規模である。人員は各陳府から発出された。警備隊は占領地の防衛、治安任務のために編成された専門の陸上部隊である。特別陸戦隊と異なり、機動的な運用は想定されていない。純粋な陸戦隊である陸上警備か陸警かと 沿岸用の小型艇を持つ水上警備か水警かからなり、規模は中隊から大隊相当で多様、司令は中佐か大佐が一般的であった。太平洋戦争、大東亜戦争中には特別陸戦隊を改編するなどして多数が編成され、根拠地帯、工術や各艦隊の霊下に置かれた。場合によっては若干の艦艇部隊が付属したり、 港勤務管理を担当して、小規模な根拠地帯のような機能を果たすこともあった。部隊名称は、洋島警備隊のように所在地名を冠するものと、第9警備隊、9警のように番号のみのものがあった。太平洋戦争、大東亜戦争終結時には118隊があった。地上戦闘ではなく、基地の防空を任務とする、後者砲兵部隊である。後編成、 公格砲8門、オツ編成、対空機銃二24門、平編成、公格砲4門、機銃12門の3種が存在した。多数が編成されたが、太平洋戦争、大東亜戦争後期にはすべて解体されて警備隊、などに編入された。公格砲を対戦車砲に転用して、地上戦に参加することも多かった。拠点を、臨時の海軍基地として、防衛。 管理運営する組織である。根拠地帯は、正式には、特設根拠地帯の名称で、特設幹線部隊例に基づいて編成される。他方、特別根拠地帯は、特別根拠地帯例に基づくもので、特ねと略称される。任務は禁止するが編成が異なり、前者は司令官のもとに、参謀長、参謀、副官などが置かれた、艦隊司令部類児、校舎は司令官のもとに、 副長、課長、分隊長などが置かれた軍艦類似の組織形態である。純粋な陸戦隊ではなく、艦艇部隊や港部部、通信隊などの非戦闘的な陸上部隊を有しているが、基地防衛任務のために陸戦用の警備隊や防空隊、防備隊なども指揮下に収めていることがある。例えば、美薬島中流の第28特別根拠地帯は、 第18警備隊、第19警備隊などを有した。タラワ島中流の第3特別根拠地帯のように、陸上警備課として根拠地帯直轄の地上戦闘員を有する場合もある。マニラの戦いの中心となったマニラ海軍防衛隊は第31特別根拠地帯を機関部隊としていた。小銃や機関銃、敵弾頭、速射砲などの使用火器は、 陸軍と共通であった。95式系戦車などの走行戦闘車両も陸軍と共用のものがあった。完全にそのままではなく使用変更を加えた35年式海軍銃、陸軍30年式不標銃を改良、単12センチメートル自走九97式中戦車を改良のような例もある。海軍独自の兵器としては、ベルグマン機関単銃正式には、 自動拳銃や93式走行自動車などの送輪走行車といった中国方面での列兵力での紫外戦に備えたものが特徴的なほか特に式内過程以下の水陸両用戦車を開発しておりまた96式 25mm 機銃など陸上げした関西火器を装備することも多かった特別陸戦隊の装備火器を日本陸軍の同規模部隊と比べると 大口径の機関砲や装甲戦闘車両などが比較的充実していた。反面、肝心の小銃や軽、重機関銃は慢性的に不足しており、陸軍から意識小銃などの余剰装備を提供されたり、ラバウル要塞では現地の第八方面軍司令官今村糸史大将の配慮により、陸軍在庫の新品小銃を多数都合してもらっている。兵の服装は、 環状勤務と同じセーラー服であったが、野戦用には色彩が目立ちすぎたため、日露戦争時や上海事変時などには、士官歌手官ともども臨時に、カーキ色に染め直すなどの措置が取られた。その後、1933年に、カチアオイロと称する緑色の陸戦対応被服が採用された。1942年には、陸船袋以時のカチアオイロ皮が略装として、 陸戦隊以外の海軍部隊でも広く用いられるようになり、1944年8月には第三種軍装と称して常用化、対戦末期の1945年には海軍全体の陸戦隊化が進む中で陸戦服を統合することとなった。第一次上海事変以降に使用するようになったヘルメット90式鉄棒は基本的に陸軍と同じものだったが、追悼など、 その他の装具は海軍独自のものが多い。装具の多くは長距離航軍などの本格的な野戦を想定した設計ではなかったため、太平洋戦争、大東亜戦争中にはしばしば不具合が発生した。特別陸戦隊の一部として設けられた空挺部隊用には武器や服装で特殊なものがある日本海軍空挺部隊装備を参照。上陸用集停としては、 第二次世界大戦期には陸軍開発の大発や小発を特型運河船と称して装備している物体があった。太平洋戦争、大東亜戦争中にはアメリカ海兵隊の LVT に相当する水陸、両用車である特4式内過程が少数配備された。さらに海軍陸戦隊の編成内ではないものの、より大型の揚陸艦として太平洋戦争、 大東は戦争直前に小海帝、旧式駆逐艦を改装して、大発発信用のスロープなど追加したほか、戦車用陸艦型の第101号型輸送艦を建造している。なお、識別マークとしては、怒りの衣装がヘルメット、鉄棒の防子など各所に使用されたほか、車両には軍艦機と同じ、朝日旗が描かれていることが多い。舞台機としては軍艦機を用いる。 日本海軍における、可視官兵の陸戦教育は、海兵団での基礎教育として、陸戦協練が一応行われていたが、小銃の射撃動作や、抗軍程度の初歩的なものであった。卒業近くには、辻堂演習場などでの3日間の野外陸戦演習があったものの、実践的な戦闘技術の習得というよりは、軍人としての組織規律、精神鍛錬といった効果を期待する向きがあった。 より本格的な陸戦教育は海軍法術学校の課程で行われており、海兵団卒業後、法術学校に普通科、高等科練習生として入学すれば受講することになった。普通科練習生の教科時数の1、3程度は陸戦に割り振られていた。高等科練習生になると、巡視官である兵装長養成課程としての実質があることから、 小隊長級の陸戦式まで教育される。砲術学校卒業近くには、約1週間の陸戦演習が行われた。太平洋戦争、大東亜戦争直前の1941年には、従来の砲術学校から分離独立した陸戦、対空専門の実施学校である立山砲術学校も設置された。官に対する陸戦教育は、 兵歌士官の基礎教育に盛り込まれており、兵学校と法術学校での十科講習で中隊以下の小部隊運用を学んだ。海軍兵学校62期1934年11月卒業まで存在した法術学校での十科講習では練習生として在校中の歌士官兵を共同部隊として利用し実践式の訓練を行った。さらに専門十として 法術科に進んだ場合、法術学校の高等科学生として、大水上、対空の法術と並んで陸戦の専門教育を受けることになった。法術学校高等科学生は付属隊も含めた大隊級の陸戦式を学び、陸戦隊司令を務められる程度の知見を備えることになった。1918年、大正7年以降は高等科卒業生を対象とした、 専攻家としても戦専攻も設置され、数年に一人作用程度の少数ながら、陸戦専攻学生が存在した。1942年、昭和17年時点では、日本海軍全体で7人が陸戦専攻の修了者、陸戦マーク保持者であった。太平洋戦争、大東亜戦争中の1942年からは、立山法術学校で、 兵科予備学生を対象に、陸戦陸上対空選手者の大量要請が行われた。砲術学校の陸戦術担当教官や、陸戦専攻学生は、陸軍風評学校等に派遣されての教育も受けていた。なお、正規の陸戦専攻、選手者以外に、松本忠介、海兵32機や大田ミ海兵41機などの実質に、 陸戦隊専門家と目された海軍士官も存在している。特別陸戦隊の要因に対しては、小銃から戦車に至るまでの各種武器の取り扱い教育が幅広く行われていた。大発による上陸作戦の訓練もされている。ただ、各特別陸戦隊、大体規模ごとの運用を想定した訓練、研究にとどまり、 それ以上の大規模な部隊行動の研究はあまり行われなかった。訓練機関も太平洋戦争、大東亜戦争初期の部隊で内地出発前1ヶ月程度の即定教育であった。立山法術学校には科学兵器科も設置され、科学戦教育も行われた。特に太平洋戦争、大東亜戦争では陸戦隊の戦闘は非常に多く、 ここに掲げる以外にも多くが存在する。以下に海軍陸戦隊、根拠地隊含むが関わったとされる戦争犯罪を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。